ニメストライクザブラッドセカンド、久々だからって言っても違うの。今私はもうあたかも台本を覚えてるかのようにカメラだけ見てやろうと思ったら全然覚えられてなかったの。あるある、私もあるよね。ちょっとかっこつけたかったの。見ながらやろ、見ながらやろ。相葉あさぎ役の高橋です。今夜はどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。そして、はい、皆さんこんばんは。赤月なぎさ役の日高里奈です。よろしくお願いします。あ、そして、皆さんこんばんは。キラサカさやか役の早間育美です。今日はよろしくお願いします。イエーイ、改めてこう画面越しに見るといっちゃんのセクシーさたるやん。いっちゃんのセクシーさたるやん。ねえ、私だって肩出してんですけど。ちょっとこれどうした、破けちゃった、破けちゃったの。やばいよ、セクシーで流行ってるんだよ。流行ってるんだよ。オフショルとかね、肩出しがね、流行ってる。何、わかんない。セクシー担当ですか。セクシーってこれなの。そうだったっけ。わかんないですね。私は隠していこうと思います。渚役の日高里奈です。よろしくお願いします。あ、そして、皆さんこんばんは。キラサカさやか役の早間育美です。今日はよろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。すごい、なんか改めてこう画面越しに見るといっちゃんのセクシーさたるやん。いっちゃんのセクシーさたるやん。ねえ、私だって肩出して全然覚えられてなかったの。あるある、私もあるよね。ちょっとかっこつけたかな。見ながらやろ、見ながらやろ。相葉あさぎ役の高橋です。今夜はどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。アニメストライクザブラッドセカンド、久々だからって言っても違うの。今私はもうあたかも台本を覚えてるかのようにカメラだけ見てやろうと思ったらしてんですけど。ちょっとこれどうした、どうした。破けちゃった、破けちゃったの。やばいよ、セクシーで流行ってるんだよ。今オフショルとかね、肩出しがね、流行ってるの。何、わかんない。セクシー担当ですか。セクシーってこれなの。